はい、皆さんこんばんは。ということで、はい、このチャンネル本日は気候の八尾大志堂店から生放送です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで八尾大志堂はね、いつもも人数が多い配信になっておりますけども、今日は、ニューフェイスもおられるということなんでね、後ほどじゃあ、一人ずつ自己紹介していただく感じになると思いますので、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。もうね、ここのカウンターでやるっていうのがもうなんか前提になっておりますけど、はい、今日もね、パンダさんよろしくお願いします。もうヤンキーやからな、ただの田舎のヤンキーやからな、でしょ。はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。ニキさん、こまりちゃんの近況はどうですかとコメント来てますけど、最近ちょいちょい2人でお出かけするようになりました。いいですね、はい、お父さんと娘さんと。腰が痛いです。腰が痛い。抱っこ癖がすごいんで。もう今2歳くらい、11月で3歳です、ね、あ、早いですね、こまりちゃん。あ、この間もおうちプールして喜んでたということでね、もうそんなに大きくなったこまりちゃんですけど、またね、動画とか写真やったらね、見せていただきたいですね。グレタパンダさん、この企画みんな好きなんだけどやんのはしんどいなという方もおられるんで、まあ前回ね、1回だけちょっとやったことあるんですけど、じゃあ今日の企画やるの知らない方もおられると思いますので、じゃあニキさん、ご説明だけお願いしますか。はい、ガキの使いで以前やってた、はい、お菓子でご飯を食べ尽くせ、はい、うちの店では第2弾になります。そうですね、前回はファン館前にね、ちょっと引きで、食べていくというのをやって第3次になりましたけど、今回は、2回目ということで、前回、経験された方は店長と吉野さん、この2人。西村社員はおらなかったです。いや、いないです。そうですね、あの時船谷さんやったわね。あ、そうか。そうそうそう、チョコレート地獄で苦しんでましたけども、吉野さん的には一番きつかった食材って何なんですか。粉のラムネです。やっぱ粉なんや。今回もね、存分に私のチョイスで買ってきてますので、はい、あるそうなので。まあ今回はあれよね、チョコレートはあんまりないのか。今回チョコレートに関しては前回の反省を踏まえて、はい、ゼロですね。あ、ゼロ。チョコレートないのね。チョコレートなしです。あ、なるほど。チョコはやばいなって思ってたんですよね。じゃあ、今回はまあ、さっきね、コメントでもあったんですけど、梅トラマンありますかと。梅トラマンありますよ、ちゃんと。はい、梅トラマンはありますので。懐かしの。これ当たりや。絶対当たりや、これ。え、何これ。え、え、マスオさん。青森ないんマスオさん、青森なかったっすか、これ。知らないです、こんなん。青森、これの リンゴバージョンでしょ。いや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 。そうそうそう、今回は、チョコレートはないので、まあラムネ系とか粉系はあるんですが、あとはそうやな、変わり種、ね、今回ニューフェイスといえばあれかな、綿あめとかアップルの中ゼリーみたいな、これ変だね、これとかかな。で、懐かしいココアシガレットのブルーベリーバージョン、はい、言えてない。ブルーベリーバージョンね。はい、こちらを、使ってこの辺。あ、それはもうあれですね、恐怖食材になってると思うんですけど、これ温度無用でお茶漬けにしてもらいます。お茶漬け。やばいやばい。そうですね、ちょっともうやばい、それひどいな。そうですね、じゃあこの辺りを今日はちょっと、はい、で今日は本家に似せてガチャガチャも用意してもらいましたんで、あ、そうそう、今日ね、ガチャガチャも用意してまして、こちらに食材が入ってます。で、1人1回引いていただいて、まあ一応6分の1から引いてもらうという感じになるので、引いた後またその緑色のカゴから、紙を、はい、入れていただいて入れてください。バンダイさん、まあ常に6分の1ということで、はい、ガチャガチャ本、まあ本物ではないですけどね、ガチャガチャ売ってますんで今日持ってきました。100円かかるんですか。100円かかります。100円。100円は全部募金していきます。そうですね、愛は地球を救うのでね。はい、じゃあ今日はこんな感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあトップバッターは誰からいきましょうか。これ年功序列でマスオさんから。そうそう、今日はね、ちょっと初登場の方多いので、マスオさんね、どんなキャラかっていうのは、はい、また見ていきたい。50円か5円か選べますんで。ゲーセンからパクってないでも、売ってんねんで、ちゃんと。はい、じゃあ以上、そこガチャ引いていただいて、出たものをそこのカメラに映してもらえたらなと思います。はい。
これちょっとこのぐらいまで入れて回してください。え、入れるんですかこれ。はい、はい、まぜやめっちゃ上からマスオさんみんないじってあげてね、はい、あ、出ました。はい、じゃあちょっと開けてよ、開けて紙、はい、カメラに見してね。開けて、ここ、このカメラに、はい、ちゃんと見せてよ。いや、ね、一発目なんやろ、一発目重要ですよ。一発目どうぞ。何何、私らもわかんない。うわ、うわ、焼肉さん太郎。やった、当たりや。じゃあこれで、マスオさんはお食事していただくと、はい、いう感じですね。はい、ご着席ください。はい、お願いします。これ一泊行っとった方がいいっすよマジで。で、今日はこの 180g の美味しいご飯1人3パック用意してますんで、はい、3パックちゃんと食べきってくださいね。これは行った方がいいっすよ。え、焼肉さん食べてどれこれ、あ、あった。お、全然いいじゃないですか。あ、全然いい。これ焼肉って書いてない。それ多分書いてない、書いてない。それ多分一番の当たりだと思います。全然いいじゃないですか。マジ絶対進むやん。3パック行くんじゃん。もう3パック行ってくれてもいいですよそうですね、とりあえずじゃあマスオさんね、初めてということなので。はい、マスオさんはおいくつですかと。おいくつ、はい、いくつに見えますか。一番めんどくさいやつ食材は焼肉三太郎ですね。は36になりました。あ、36歳。はい、あら、はい、僕の2個上なんで。いや、私と同い年ですよ。びっくりした。マスオさん、まあまあびっくりした。はい、マスオさん。こちらですね。はい、焼肉サンタロになってます。食べ方考えたらダメですよ。はあ、え？これ一応3パックね、食べないといけないので。いや、だからあれですよ、稼いどかな、やばいっすよ。あ、俺3パック無理やな、多分。まずタレだけでいい感じです。いや、匂いだけで。匂いだけで。今回は焼肉三太郎ですね。普通に白飯食べてる。え、そんな言っていいんですか。ん、そんな。え、え、え、しろ。あ、え、は、うん、何この人。美味しそう、うん、当たりですか。アホなん、うん、そんな当たりもうこうへんで。いや、ほんまに、うん、美味しい、美味しい、うん、美味しい。そうやけど、もっと言っとかないと。普通に飯食うてるだけや。ほんまに、うん、ほんま、ほんま、休日の昼間のおとんや確かにまあ、これはだっても当たりっすもんね、食材的には。もうじゃあ、あんまり面白くないんで、次行きましょうまあ、食べきる、どこ、もう全部食べきっちゃう感じでいいですかね、マスオさんね。マスオさん食べてる横で、次行きます、はい、そうですね、はい、じゃあ、2人目は早川さん行きましょうか、はい、水曜日のハーヤン。ハーヤン、はい、行きます。これじゃあなんで水曜日のハーヤンが水曜日って言わんかね。出ました、はい、食うてからの遅れてめっちゃ来ない。しますね。何何、さっき粉、はい、粉出てくれ。コウメソフトキャンディーは僕の一押し。これは今日の二木店長の一押しの食材になってますね。食材、これご飯の上置いた一番買うやつやね。食材全部ですよね。全粒ですよね。全す、全部す。じゃあマスオさんはね、ご飯取ってきてもらって、食べましたんで。わかりました。これどこまで食べれるかですね、ハーヤンが。はい。え、これ全部はマジですか。全部す。ほんま。これだから僕が当たりたかったんですよね。はい、あ、そうそう、でもご飯の上やからね甘いのやばくないって言われたじゃあ初登場のハーヤン、あの緑のゼリー誰が引くんやろ、めっちゃ楽しみってね、言われてますね。ゼリーやばいな、これ。じゃあハーヤンはね、いや、箸は使うでしょ。え最あれちょっとマスオさんは天然なのマスオさん、マスオさんね、はい、ちょっとね、甘ったれなんすね。甘ったれな36歳余ったれ、はい、もう車も買ってもらうしそう、さすがマスオさん。そんなことはないです。じゃあこれハーヤンさんね、ちょっと一口食べて感想いただいてから、じゃあ次の方にまたねガチャ引いてもらいましょうか。はい、この次はどっち、吉野さん、西村さん、あ、V モンキーさんでいい。年功序列でった僕なんすね。あ、そうなんや、はい、じゃあどうします。これね、マスオさんが一番年上で、その一つ下が水曜日のハーヤン。あ、マジ で, でその一つ下が僕なんすあ、そうなんや、はい、
まあまあ密集してんねんな。じゃあ今日はね、初登場のハーヤンですけれども、ちょ、これ全部でしょ、待って、うーわこれちょっと皆さん、これね、小梅ソフトキャンディー、あのハイジュウみたいな感じのやつなんですけど、これ米全部置いてるけど大丈夫なんかな。いや、ほんまにこれ一口食べてちょっと考えた方が良かったんじゃん。これ別にあれだよね、とりあえず、はい、あの米は1個に1食材につき1パック食わなあかんっていうルールじゃないから、これご飯とこれをある程度食べたら、そう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 、これをとりあえずるけど大丈夫、これをとりあえずね、そうですね、次にかけるっていうのができるから。パンダさん、その後それちょっとチンしてみたらって言われてますけど、このままチンこれで一回チンやばいな、レンジ爆発せえ、大丈夫怖いな。一旦とりあえず食べてみる、ね、一個ちょっとね、実食してみましょうか。もしかしたらチーズみたいな感じで、チーズとろけんの火花散らへんか、レンチンしてほしい。ちょっと大阪でしてる人おらんやろ。じゃあソフトキャンデーをお米に。じゃあいただきます。はい、いってらっしゃい。はい、ちょっとね、食レポも兼ねて必要かと思います。まあそうやな。いやいや、店長だけでしょ。ええー、な。いや、だってうめえやから。合わへんはずないやん。日の丸弁当。日の丸。緑やけどね。いや、まずくはないです。そう、ほら、うめやもん。いや、全然いけます。チンする？いや、え？チンする？チンする？うめドリアみたいな。うめドリア香りがね、香ばしくなるかも。いける？いけんの？いや、まずくはないんですよ。胸焼けしそう。あ、だって、めっちゃええ匂いしてんで。匂いは店長ちょっとね、あのおかしい時あるからね、めっちゃ匂ってる。ほら、ほら、ほら梅のとりあえずチンしてほしいなって言われて、チンすんの、チンする、一回ちょっとだけで、ね、ちょっとだけな、はい、ちょっとあの様子見なあかんからね、焦げたりしたらえらこっちゃうから、チンした映画みたいな。いや、ちょっと今温めておりますので。何秒ぐらいします？20秒ぐらい？1分。1分もすんの？20秒。まあちょっと火花散りだしたら、ちょっと急にも取り出していただいて、ちょっとじゃあ、あの、小梅ソフトキャンディーをレンジでチンしたらどうなるのか。溶けるか、ホクホクなるか、どっちかですよね、多分。あんま変わってないけど。どうすか。今日の食材ね、もう一度見ていただくとこんな感じですね。まあ、あの、ラッキー食材っていうのもあるので、ラッキー食材はね、スタッフさんの好きな食材を集めております。まあ、なめたけだったりね、あの、富士子の昆布、納豆とかね、韓国海苔、今回ありますね。できました。あります。変わってない。あ、変わってないんや。あります。ただソフトキャンディーめっちゃ集まってるんじゃないですか。あ、そうですね。柔らかい。いや、でも柔らかくもないです。米だけ集まってるだけ。ちょっと食べてますはい。でも色が不気味ですよ。いや、気持ち悪い。なんかガムみたいやもん、なんか米だけ開く。あ、ソフトキャンディー全然じゃあちょっとハーヤンさんはこのままちょっと食べれるだけ食べていただくという感じやね。はい、はい、じゃあ、ガチャまた引いてますので、これ次は店長やね。店長でいいの？塩昆布引くで。塩昆布、ね、塩昆布引くで俺。綿飴で。綿飴早出てくれ。じゃあ店長カメラに向かって。あっ、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 今見えた。目綿飴。わたあめチンします。わたあめチンできるんか。わたあめチンしたらやばそう。とりあえず半分は食べてもらって。わたあめね。わたあめ来たよ。塩昆布、これ今日の罰ゲーム候補じゃないんですか、わたあめて。いや、でもあれでしょ、和菓子みたいになるでしょ。和菓子おはぎみたいでいいんじゃない。いや、わたあめか。すごいけど美味しそう。いい具合の低反発な。低反発まあまあな重量感。あ、店長お箸あります？大丈夫ですか？お箸ください。はい、じゃあ店長は、自分の引きが渡ってでっかっ。まあまあな重量感。ほんまや、お米より多く見える。でも口ですぐ溶けそうやな。砂糖ご飯やないかね、間違いない。これが本当の砂糖のご飯。うまいな、みんなうまいな。キャパちょっと海苔みたいに巻いてみようか。ああ、なるほど。おにぎりみたいな。わたあめ丼。これ、わたあめ丼って。
やばそう、喉乾きそう。これもまあまあきついですこの2人さっき早い余裕ぶっこいてたけど、だってハイチュウこんな短時間食うやつおるいや店長無言になったし、店長いかがですか。食えんことない、食えんことない、ただただ甘い米っていう。店長チンしてみますか。わたあめどうなんやろ、ちょっと焦げる。わたあめチンできんのかな。いやどうなんやろ、ちょっと焦げない、大丈夫、砂糖やから。パチパチ言うのか、500にしとくか。爆発だけすんのやめてね。じゃあもうこれでね、罰ゲーム候補の綿あめ1個減ったんで、ちょっと皆さんまたホッとしましたね。いやもうこっちが吐きそうやわ、綿あめ。ハーヤンさんがちょっとしんどそう。ハーヤンさん、早くしてください。ここ、ハーヤン3つぐらい溜まってるから。見た目変わってんの。あ、ほんますか。なんかめっちゃでも熱そう。いや、熱くなりそう、綿菓子。溶けるイメージあったんですけど、溶けない。溶けるかな。溶けてないけどな。そうな、まあ、ある程度いったら。ただ今の雨の2連中、ほんまやね。全然溶けてないやん。熱なってないですか。それほんまに綿あめですか。熱くもなってない。ほんまや、確かに溶けてない。綿菓子に牛乳あればオートミールにボーナス調味料で醤油ある、なんじゃってみたらしにしますか。あー、そうか、砂糖固なってる、固いんや。余計食いづらい。いや、これはちょっとしんどいな。とりあえずあるよね、ハーヤさんは米食べんくても上のソフトキャンディー食べたら抜けるんは抜けれますけどね。アメちゃんみたいに固まった。アメちゃんだと思ったこれ、なかなかの外れ2連続。お前ね、早う外れ引いてほしいよね。皆さん、綿菓子は温めると硬くなるそうです水分ないからレンチン効かないんじゃないですか。卵避けたら大丈夫。ハーヤン、終わりですか。はい、結構行きましたね。でもじゃあ、ハーヤンは次の回ですね。はい、はい、じゃあ次。じゃあ、全部配置しちゃう。V モンキーさんね。じゃあ、ガチャ引きましょう。V モンキー。V モンキー。なんかコイン入れなあかんやだけ。コインを入れる。わたあめプラスレンジは飴。で、ちょ、水かけるって言われる。霧吹きで。お湯かけますか。あ、お湯ね。一応今日今回ね、お湯もあります。お茶漬け方式で。さあ、何が出るか。ハズレ、ハズレ。じゃあ右にカメラあるんで、ドン。おめでとう、スズカステラ。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありや。甘いのばっかりやん。じゃあまたガチャ入れてね、詰めて中入れてください。スズカステラ。スズカステラはやばいな。え、絶対いけるやん。それはあかん。スズカステラはやばい。まあまあまあ。皆さん、スズカステラご存知ない方おられる？あ、そう？スズカステラ、カステラってカステラにあの砂糖がまぶしてあるやつね。あ、ちょっと待ってね。じゃあカメラ変えようか。お茶もらっていい？お茶。これ給水システムはもうランダムでいいんですか、店長。粉ジュースは強制で、それ以外は自分でかけたければ。あ、なるほど。こんなん知らない、鈴カステラ。え、違う違う違う。まあまあでかいやつ。お茶漬け用の。はい。お菓子は全部食べないとダメなんですよね、店長。これなかなか量っすよ。もうカステラだけでお腹膨れそうやもん。砂糖まぶしてるやつです。ご飯、パンをご飯に乗せて食べるみたい。かけていいんですか。また甘いの好きね。甘いのばっかやん。ほら、絶対こ、あ、溶けた。ほら、今一瞬寝なくなりましたよ。ただ美味しいかどうかちょっとわかんないですね。あ、えぐそう。やばいやばいやばい。それはやばいやばい。もう飲み込むしかない。うわ、甘そう。もうちょっとください。薄める気やな。ストップ言うて。もうただの砂糖水になってしまってる。はい。スズカステラとご飯は合いませんよ、皆さん。うわ、これめっちゃ食感嫌や。今回のハズレかも、それ。かけます？めっちゃご飯がぶっつく。そしてめっちゃ嫌な食感になる。
やばいやばい。かけます。早い早い。かけますって。あ、店長でも駆け込んで飲んでるもん。店長やばい。店長ちょっと味音痴なんかな。いやね、ほんまに、はい、砂糖やから和菓子感覚。和菓子って。食感がないでしょ。これ飲み込むめっちゃ辛いですわ。いやー、V モンキーさんはだいぶハズレ引いたみたいですね。これ一番ハズレじゃん。ただの甘いお湯やん。そうやね。いやでも飲める皆さん。美味しないなそれ。やばいです。もうこれご飯より先カステラ食べてしまわなあかんかもしれんな。それ嫌やな。ご飯と混ぜるだけでこんな混ざる。単体うまいよ。単体はね。洋風が混ざってくるからめっちゃ。まあ言うてパンみたいなもんやもんね。西村さん、お湯もチンもあるぞ。鈴カステラチンしてどうすんねん。パンケーキみたいなね。自ら罠にはまる。あ、店長の完食。めっちゃすごい。じゃあ次は吉野さんかな。でもだいぶ罰ゲーム候補あれやで。これ減っていったよ。もうだいぶ減ったんじゃん。これお茶なんでいいですよね、別に。あ、いいですいいです。え、これ無理やわ。ダメです、ダメですよ。え、ダメですよ。あ、ダメなんや。ダメですよ。まだ入っちゃう。じゃあね、もうの怒涛なんですけど、流し込もうと思ったらお茶漬け用のお茶。ああ、そうかそうか、そういうことか。ゼリーとジュースの素あるからどう。水分が。ただ3パックあるからここで食べないときついと思うよってコメントいただいてます。これもう次出んの決まってますよね。あれですよね。それでも振ったらいいんじゃないですか。わーって一回振ろう。なんで振るん。何してんの。本家の振ってるとこ見たことない。これ決まってんじゃいますもう出んの。まあ確かにね。ほらほら当たり来い。でもね、何入れたか分かんないんですよ。絶対外れ。あ、そうそうそう、こっちからもう適当に撮ってるから。そうそう、外れ。どんま、外れ。じゃあ吉野さん、カメラに外れ引いて、ゼリー来い、ゼリー来いって言われてますね、みんな。みんなのためにゼリー、ゼリー、ゼリー、ゼリーなのため、ゼリー。粉でもいいで。玉ねぎさん太郎。そうですね、こん中で言うと当たりかな。当たりや。全然いいよ。おっしゃ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 。ただちょっと量が多い。そうですね。もうあれね、粉々に潰して食べるしかない。粉々にしたらただ振りかけっすもんね。そう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 。しかも出汁出てるからいい感じですよ。玉ねぎさん太郎。ああ、そうそう。当たり。一個だけ交換制度。交換制度。店長、交換制度ありで OK ですか。交換。いやだからお互いの味を知りたかったらちょっとずつ食べたらいいです。あ、なるほど。まあ、ここは協力もあるということですね。 180g。 これはもう潰すしかないやろな。とりあえず一つもいい。救済システム出た。とりあえずほんならこいつからいただきますわ。鈴カステラはやばそうやな。一緒に食べて口の中やばなるから。あ、いける。いけるんや。これ、まだ全然いけますよ。これ何個も食ってみ。口やばいから。あ、後から食うタイプのやつ。吉野さんは前回結構苦しいんだもんね。あ、おいしいと思ってた。これ鈴カステラおいしい言うてる人いますけど。味音痴いますね。とりあえず食べきりましょうか。あ、これめっちゃうまい。玉ねぎチャンス来た。食べる。あ、もう西村さん面白い。もう鈴カステラとりあえず食べきる。こんだけで隠れない。しんどそう。確かに。ごちそうさした。とりあえず鈴カステラを食べきる。それは玉ねぎは美味しいやろう。間違いないね。じゃあ次またマスオさんですね。2周目まだいっぱいありますからね。まだラッキー食材いっぱい残ってるんで。ラッキー1個も出てないですからね。はい。じゃあここで取ったもん勝ちですよ。ここでラッキー出すしかないです。そうですね。ちなみにマスオさんのこの好きな食材どれやったんですか。なめたけです。あ、なめたけか。変態やから。えぬるぬるしたやつ好きやから。おますわ。時代感じますわ。時代。おい、変わらんやろ。じゃあ入れましょう。なめたけが出ることを祈って。こい、次白米とデザート。じゃあカメラにお願いします。はい。
コーラボールえ、何コーラボールってなんかゼリーみたいなやつじゃないの。え、これこれ懐かしのパターンですね。あ、そうですね。あ、違う違う、こっちでしょ。あの丸っこいやつじゃないの、そうですそうです。あ、全然言えないですか、これこそ。あ、これ当たりやったらレンジですね。え、これ当たり付きなんですよ、確か。あ、当たりやったらね。当たりやったらレンジです。レンジ当たってほしい。そんな斉藤さんあれですよね、さっきもう全部食べ終わったんですよね、一パック一ついきました。コーラボールね、新しいのどうぞ。はい、グミ、グミみたいなやつね、コーラボール。これは当たりでしょう。ゼリー、ゼリーか。そうですね、そうですね、グミっぽい、なんかゼリーみたいな。量多いこれ、それ1個いけます。いや、パタマネギ太郎やばいでしょ。もう長いっぱい全然。それこそ斉藤さんあれっすよ、日の丸弁当できますよ。あ、確かに。あ、リアル日の丸弁当パー言うてる驚きかと思う真ん中に乗したらあれですよ、日の丸弁当ですね。あ、乗した乗した、当たりですか反対やないか、ね、下手くそか下手くそか外れやし、外れちじゃあコーラボール、マスオさんの手元に行きました。しかもなんで新しい箸使うの。いや、違う違う違う、ちゃんと元の箸です。どうぞ、はい、いただきます。今お腹空いたので皆さんに習ってパパッとライスをビッグカツで食べてます。ビッグカツ今日用意してますね。え、おー、いった、いけるっしょ、これ1個やから、1個やしね。あ、1個とかだって全然いけるでしょ。あとはもう米をね、どんだけ食べるかっすね。いくな結構でもいつだってね、罰ゲーム出るか分からへんもんね。おはよう、もう OK です、もういいや、はい。女子の当たりやのに。そう、一つだけ。遅いね、やっぱ食べましたよ。でもあれよね、玉ねぎさん、ようあの中身入ってるのめっちゃ多いですもんね。じゃあ山里さんは、グミ完食ということなので、じゃあ次の方、いや吉野さんも完食ですね。一パックいきますか。はい。やばいやばいやばい。じゃあ次はハーヤント店長ですね。よっしゃー、もう一パック打った。あと二パック？一人三パックですね、ノルマ。いや、これいけそうやな。だってもう次当たり引いた、それでまた1個いける。ご飯追加する？ん？いないいないいない。僕まだ8割残ってるんですか？確かに。ハーヤンさんもね、さっきあの梅のキャンデーばっかり食べてたから。じゃあ行きましょう。はずれ。はい。え、なんや。あ、かば焼きさん太郎当たり。かば焼きさん太郎。これはめっちゃうまいよ。これだったから。ここで、ね、ここで米減らしとかんと。はい、これは1パックいけるやつだよ、これですね。はい、かば焼きさん太郎おめでとうございます。これはおかずやな、もう完全に斉藤さんなんで当たりつくね。外れて食べれてないの、まだ当たってない。3パックも入らん、大当たりおめでとう。じゃあこれ店長ね、ニキさんの2巡目。塩昆布やわ、塩昆布。あ、赤い文字です。おっ、え、なんすか、シェイ、あ、塩昆布や、うわ、自分のやつや。うわぁ、うわぁ、やらせですね、やらせ、言うと思った。じゃあ、ニキさんは自分のラッキー食材、フジッコの昆布、塩昆布当てました。これは、あれですね、もうここでお米食べとかんと。いや、もう残ってる分だけで食べますんで。ね、お湯かけても食べれるし。そんな引きあります。やった、今回ちょっと2人とも大当たりでしたね。やったぜ、もうこれ食べきれるやん。やったぜ。今回はブレキャラおらへんのか。赤がいいやつなんすか。赤、そうですね、赤で書いてるやつが、あの、ま、前の食材ですね。これ今んとこ残残ってません。まだ食べてないけど多分染みてんねん。さっきの梅めっちゃ残ってる。梅残ってんねん。いいなぁ、塩昆布。でもさっきのあの小梅キャンデー、普通に食べたら美味しかったよ。あ、うまそう。今日の食材は緩い気がする。ゼリーが食べれそう。いや、まだ粉あるで。粉はやばいと思うよ。今んとこ引きがいいだけやと思うよ、みんな。いや、今んとこね、2周目、はい、2回連続外れは誰も引いてない。そうですね、まあ一応ギリギリセーフぐらいな。美味しいねんけど、米が甘いから。それ砂糖の宮古昆布。宮古昆布は前回食べて美味しくなかったですもんね、確かね。塩昆布1パックは塩分取りすぎて、店長不正ちゃうか、つこうたって言われた。ガチャの不正ってまあまあ難しいよね。あ、完食。じゃあ次、え、もう僕か。
ですよね。そうですね、マスオさんらが早かったからね。これ外れ出たら、ちょっと待って、これどんぐらい食べる？ん、え、もう終わりじゃないですか？これも全部ですよ、だって。食べたけ全部はやばいな。お菓子系は全部やけど、そうですね、ラッキー食材は自分が OK なだけまでみたいな。え、それとも全部いけんちゃう？まあまあ多いで。全部とかありですか？ご飯全部とはなしですよね。まあまあ多いで。いや、塩分やばそう。回しちゃいます。はい、じゃあ西村さんガチャお願いします。マジで2連続外れはもう切れた。言うて俺当たりの食材の中で、あのこれしか、俺これと海苔しか当たりじゃないから。僕もです。はい、じゃあいきます。ブイボンキーさんの、おい、何これ。コーヒーサワー。あ、これラムネみたいになっちゃうの。うわ、やば。今グーパンチした。これまあまあ外れかもしれへん。コーヒーサワー、今一番右上にあるね、コーヒーの物体みたいになると思います。顔が。なんで今あの吉野さんが持ってたやつも、ね、これ単体でも嫌いかもしれん。これ何これ。私このお菓子初めて見た。もう食べたことないです。こんな、なんですか。え、見たことない。ナイス。コーヒーやねんこれ。え、あ、ちょっと見してにしろ。何それ。あ、ふりかけチック。ちっちゃいセイロガンみたいな。あ、うわー、これご飯溶けるやつかな。乗せたら多分溶けますよ。うわ、ちょっとやってみます。かけたら全部食わんとダメになる。半分でかね、3分の1にかけるとかでもありですよね。一旦じゃあ、そうですね、ちょっと味見して一口でガッと言った方がいいっすよ、多分。え、これ全部かけたの。全部。お菓子はね、お菓子は食べないといけない。いや、もうなんかカメラから見たらセイロガン乗ってるみたい。やばいやばいやばい。漢方かなんかみたいな、気持ち悪い。レンジイコーレンジ。レンジ。溶けす。一発で絶対行った方がいいですよ。まずいって分かっちゃったら次行かんよ。もう絶対行けない。勢いで。あ、いい。さあ、外れなのか当たりなのか。うわ、いった。あ、音聞こえる？あ、パリパリ、なんかパリって言ってる。うわ、めっちゃコーヒーの味。あ、皆さん、あかんそうです、これ。お湯入れてもやばそうやな。美味しいでしょ。噛んでパリパリ言うたびにコーヒーの味がブワーってくる。そこだけ無駄に、あの、分かりやすい食レポ。いや、まだ残ってる。あとちょっとだけこちらでも確認できますね。あ、店長は完食。塩昆布はもうご褒美ですよね。普通に美味しいわ。苦行。いいな。じゃあ次の方。高いよ、さっきから。吉野さんですね。さっき一応当たり引いてるから次当たんねやろ。西村さんかわいそう。50円入れた方がいいので。マジ気持ち悪い。不運すぎる。いや、お嬢やから、これ。はい、じゃあ、吉野さんも50円。V モンキー流し込むんだ。緑ゼリー早く引いてって言われてますけど。うわ。いや、まだね、意外に赤いのが1回しか出てないからね。ああ、俺的には納豆と舐めだけ早く出してほしい。え、店長食べられへんからね。外れやから。俺の中では外れ。はい、じゃあ引きました。一番の外れかもしれない、うん、納豆黒字や。あ、黒字。さあ、視聴者は緑ゼリーが欲しいそうです。ドン。あ、うまい棒。あ、うまい棒や。これはまだあれやね。全然またスナックだし。またスナック。来た。吉野さん今日ちょっとスナック無双やね。いいな。うまい棒、何味？明太子。明太子味。いや、もう西村さんが染まってきてるやん。甘いでしょ、これ。西村さんの顔色も悪くなってきてるよ。これモザイクいるっすよ、これ。うまい棒ふりかけするおもちゃもある。西野さん今日一番の今日外れかもしれへん。西村さん、コーヒーは合わないということが分かりました。あ、食べきった。
えぐい、マジでえぐい。よっしゃよっしゃ、石原さん頑張りましたよ。今日まあ今んとこやっぱ引きのはやっぱ店長のあれかな、よし、まあ吉野さんもあれもね、一応どっちも食べてるもんね。いや、当たりしか引いてないやん。ただお腹いっぱいっていう、ね、スナック菓子お腹いっぱいになりますよね。じゃあ次の方、あと1,2,3,4,5,6,7、 あ、そうですね、マスオさんですね。はい、7個やろ。みんなよかったな、夜ご飯代浮いたやん。お前、晩飯代まかない、まかないで天引きしてこて300円ずつうまい棒、明太子味は当たりや、おめでとう。お腹がね、張ってきますよね。さあ、そろそろ赤いの着てもいい頃かな。スナック嫌とか贅沢なこと言うな確かに、コーヒーと変われってね確かに。じゃあ、マスオさん、赤、赤、黒、赤、え、何、黒、ゼリー、黒、緑ゼリーを早く誰か、納豆でもいい、ヨーグル、ヨーグルはやばかったような気がするヨーグル前回もありましたよね。ありました、前回なんかヨーグルやばかったような気がするけどな。あ、そうそう、今回1個やからね、あのジャンボサイズじゃないから。え、これヨーグル、ヨーグル、ヨーグル単体で食べるとね美味しいんですけど、これ油ですからね、成分。あ、そうなんですか。油です。油も入ってたはず。食塩、香料、乳化剤、大豆油を含む、溶けるで。ヨーグルはお湯入れようぜ。これは絶対お茶漬けする。ちょっとまず一口、海苔の佃煮、油やからな、甘そう。甘い。あ、吉野さん完食。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。店長、これお菓子食べきるまでやらなあかんかったっけ。ね、一応ルール的にはご飯っすね。ご飯か、うん。まあお菓子が、お菓子余りそうになったらご飯追加しますんで。そうですね。いやー、これはしんどい。しんどい。ほんま食べや食べや、ほんま食べや、斉藤さん。そうや、家帰ってヨーグル、まあまあしんどいで。ちょ、もう早川さん、ハズレ引いて。はい、はい、はい、じゃあ、アーヤン当たり出たらもう一個食べてね。吉野さん、まあまああれや、お腹膨れるやつやね。納豆ほんま嫌やな。あ、そっか、ご褒美食材でもね、はい、人によっては罰ゲームよね。せーの、ブルーベリーシガレットー砂糖菓子みたいなやつ。おいしないやん。まだこれ、あのココアシガレットのね、ブルーベリー版。こんなばっかやん。なんか甘いの多いな。これシガレット全部食べるのまあまあしんどいですね。そうっすよ、これ結構入ってますから。これきつい。結構当たりの方が分かんないよ。見て、もう後味が、後味が。オッケーオッケーオッケー、当たり全然出へんやん。絶対ご飯に合わない。いや合わないでしょ。めっちゃ残ってますよ。マスオさん、ちょっと綺麗に、綺麗に、これ中にお茶入れて、はい、これ反則ですわ。ん、これちょっとね、みんなで審議やからちゃんと食べないと。いやー、これハーヤンやばいんちゃうかな。量めっちゃ多そうやもん。もう多いですよこれ。ソフトキャンデーといい、シガレットといい、6本半入れて6本入ってんの。6本入ってる。うわ、あ、皆さんね、これ昔多分食べたことある方多いと思いますけど、ブルーベリーっていうのが初めて聞いた。梅きてブルーベリー。それカチカチのやつですよね。そうです、そうです、カチカチのやつです、これ。うわー、ブルーベリーあるかい、ブルーベリーあるお誕生日ケーキみたいにして、顎に負担かかるやつ。またやらせっすか。でも店長、これ、ね、納豆とか出たら荒れちゃう。罰ゲームやからね。赤文字か黒文字か、納豆か生だけが俺一番罰ゲームやからな。赤字であってほしい。ん、黒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 、頭かいてる。これね、やばいの、これ一番引きたくなかったんです。あ、嫌な予感する。粉ジュースよっしゃよかった。いや、大当たりじゃないですか。おめでとうございます。何が嫌って、しかも俺さっきの米食い終わってもうたから、これ一パックに全部かけた。お前や。大当たりきましたよ。粉ジュースの
しかも冒頭で言ってたこれ強制でお茶漬けやから、ね、そう言った店長本人が言ってましたね砂糖さっき砂糖茶漬けやったとこやったのに。じゃあこれね、かけるとこちょっと見といてもらいましょうか。めっちゃまずい。めっちゃまずい。めっちゃ甘いし。え、じゃあもちろんお湯入れるよね。もちろん。これも強制なしですね。強制で言ってたんでね、はい、お茶漬けならのオレンジ、オレンジ茶漬け。え、なんで映ってないとこで食べてんの。あ、あの人あれやね、米ちょっと追加ちゃいます。それから次回2回ガチャ引くか。不正や、不正や。どうします。じゃあシガレット、シガレット。うちの会社不正一番嫌いやじゃ あ, ガチャ2回引いてもらいましょうか。うわ、これほんまにやばいやつ。うわ、色なんだそれ。お茶持ってきますよ。うわ、これほんまにあかんやつや。お茶くだ、なんで、鮭のふりかけみたいな。いや、ダメ。色いや、これ不正は2個ガチャで、なんかやばい粉みたい。めっちゃ多い、やばい。うわ、多い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 わ、これ。ぐぐぐ店長、ちょっと今日これ一番罰ゲームや。すごい匂いするすごい匂いするあー、これはやばい、事故なりそう。今日一や、今日一。これはあ、まずあれですか、そのまま味わいますか。誰かお湯持ってこなかん、ね、まず一回粉とご飯でいきましょう。うわー、さっきの塩昆布何やったんやろう。うわ、いった笑ってる、笑ってるよ、笑ってるよ。これいっぱい書くっていうわけですよ。水は水は僕めっちゃ甘いっす、これ。でお茶かけますね。お茶かけますね。何色になるんですかこれ。うえ、いやうわうわ、なにこれ、うん、やばい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 。ちょっと見ながらなんか俺、うわ、匂いなくなったけど。なくなった。お湯で飛んだ。実験。理科やん。理科。それなんじゃ。うん。あ。止まった。マシやな。えぐいえぐい。そんなことあります。お茶の味がちょっと勝ってんな。じゃあ今のうちっすね。まずいな。バブに米入れた感じ。めっちゃまずい。髪の見物。食べた。6本食べました。あ、すごい。シガレット。めっちゃまずい。もうさっき甘いのばっかり。味見。ちょっと行ってみて。うわ。ナイスリアクション。まあまあやばない。むっむっちゃまずい。もう混ぜたらお茶の味なんかせんくなったけど。うん、じゃあすごいなこれ。あっ、うん、まくよいったな。じゃあハーヤン食べきりました。はい、食べました。じゃあ次ウイモンキーさん。あ、そうか、まだ粉あんのか。もう一個の粉入る。まっく、ちょっと僕3回連続やったの。あれ、店長これ食えたらもう何でも食えるでしょ。俺ほんまちょっときつなってきたこれ食ってめっちゃまずい。一番きついと思う、これ。怖いわ。でもそれ食べれたら何でも食べれます。でも意外とパンダさん平然と食べるからすごいこれ開くめっちゃ怖い。もうこれでも僕ね、3パック目なんです。そうですね、一応ノルマとしてはね、これで終わりなんです。これだから、後で次のやつと一緒に食べる。あー、混ぜて。じゃあ開き、さあ、ブイモンギさん。うわ、黒見えた。黒よし、頼む。じゃん、ミックス餅。え、ね、それね。あ、あれか。あまた甘いやつ。あ、うわ、当たりでも外れでもないような。これがマシと思う自分がもうめっちゃ嫌やわ。何にも当たり引いてない俺。これ？それですね、ミックス餅。いつだったら俺ちゃんと飯食えるやつ出てくる。ただね、それ結構あの粒がねたくさんあるんで。めっちゃお茶漬けなってる店長。なんか味噌汁飲みみたいになってるけど。気持ち悪い。
ヤオタイ指導スタッフは腹痛のため月曜日は天休になります。いけそうですね。いかないですけど一口一口絶対嫌です絶対です。その代わり店長1個あの餅食べてくれるかも。多分これはあれは無理。じゃあこうほんま一口一個食べてみてください。これすごい人。これ卵かけご飯です。もう落ちた。思い込みがひどい。ああ言うた。ええリアクションするわあの人。無理無理。めっちゃまずいでしょ。むせてる。お前店長すごいよ。ちょっと味覚大丈夫かなって思うぐらいやもん。卵じゃないです。思い込みって怖い。お湯入れて食べてる。やば。めっちゃ鮮やか。いやまずい。西村さんのね、めっちゃまずかったよ。ご飯のお供はミックス餅です。餅ってめっちゃ硬いけど。ちゃんと皆さんあのあれだよ、ちゃんとお米とねごあのお菓子一緒にちゃんと全部食べてるからね、粗末にはしてませんのでね、皆さん応援してあげてください。めっちゃ張りたいもうこれ。さっきのコーヒーとどっちがしんどいですか西村さん。こっちの方がめっちゃ甘い。甘いや。こまりちゃんパパ頑張ってるよ。ちょっと俺も無理や。顔が何でできるんですかこれ。いやきついに決まっとる。めちゃめちゃ甘いんですよ。こんな甘いって言うの甘い。いや絶対こっちが熱いですよ。もういやいやもうね、店長もちょっと味覚おかしなってきたからね。ほんと餅レンチンどう。最悪あれですね、 V モンキーさんその餅だけ全部食べるしかないね。すごいっすね。いや食べ食べえや。いやいやわかんもん俺この餅好きやから食えるわ。めっちゃ甘いこれほんまにやばいじゃん。V モンキーさんは小粒なん多いけど量多いもんな。それちょっと吉野さんちょっと。あ、ちょっと粉じゃないわ。飴硬い。何これ。あ、ラムネのやつですか。ラムネに溶かすやつ。だからあのお湯、お湯でかけないとあかんやつじゃない。これも粉やと思ってドキドキしとって。まあ、ラムネみたいなやつですね。引き入ってる。あ、店長食べた。すごい。オレンジご飯食べた。完食。やばい。じゃあお次の方。今のところよね、吉野さんはあのお菓子系のスナック系2連2連ちゃんですんで。え、50円なくなってる。50円なくさないで。すごいな、あの汁ご飯食べれるって。汗が止まらない。汗が止まらない。冷や汗かな。お腹が SOS 言ってますよ。胃腸薬買ってきましょうか。ちょうも頼みますよ。黒、うん、納豆黒納豆笑ってる笑ってる。黒ですわ。頼むで。いや黒でもまだ当たりはあるはず。じゃあ吉野さんの。おっよっちゃんカットよっちゃん当たりっすね。当たり。おかずおかず。さっきからほんま引き強いじゃん。食べてみて言うてる。口に残るんすよ。よっちゃんね、これ美味しいっすよね。そう美味しい。西村さんが一番しんどそう今日。歯にくっつく。やばい、なくならないっすよこれ。うん、なくならない。じゃあ吉村さんはね、よっちゃん以下のカットバージョン。あいつ当たりばっかりやな。そうですね、今日ただ酢が強いんじゃないですか。酢強ないですか。えいけるかこれ。僕多分次の順番までこれなくならないです。吉野さっきから普通しか引いてへん。いや引き強いんですよね。その分多分。え、もう回ってくんの。案外でも酔っちゃいかしんどいんかな。お酢強すぎるから。じゃあ西村さんは食べたんで、次じゃあまたマスオさん。祈ってる。ご祈祷した。でも変なの引いて。ゼリー、ゼリー、ゼリー、ゼリー。え、マスオさんこの中でハズレやったらどれなんやろ。納豆とかいけるんですか。どれが一番無理なんですか。え、あの今の中で。どれですか。これ無理でしょ多分。ああ、ラムネね。
緑のゼリーとかいけるんですね。ダメです、あれ絶対ダメなんか。あかんねん。吉野さんは一人だけ食事してるって。え？あ、赤色？赤色？なんすか？え、なにこれ？なにこれ？オリオンミニコーラ。オリオンミニコーラってやろ、なんか粉のやつ？え、粉？ボトルの粉です。あ、ラムネや。ラムネや。V モンキーさんのコーヒーのコーラバージョンのやつですね。そうそう、これも懐かしのおやつでしょ。あるあるある、よく食べてた粒のやつじゃん。え、でもめっちゃ喜んでたじゃないですか今。あっつってそれ持った瞬間ピクッなってました。ええのや思った。ラムネや。はい、食べてください。まあね、お湯システムもありますんで、流し込む方はお湯使ってください。絶対無理。吉野さん、まあまあきつそうだけどな。これか。吉野、それ合わへんの。酸っぱいんですか。あ、酸っぱい。ほんま贅沢言うな。確かに V モンキーさんから見たら贅沢やわな。しかもね、マスオさん量がめっちゃ多いのよ、多分。めっちゃ振ってる。めっちゃ振ってるやん。うん、これ意外といけるかも。いけないですって。ラムネ系結構しんどいです。ボリボリ食べないと。ボリボリめっちゃきついですよ、うん、ラムネはしんどい。後から来るんですよ、じわじわ。音聞こえてる。ボリボリ言ってる。あ、いける、いける。それ最初だけっすって。最初だけ。ん。ポリポリ言ってる。あ、落ちた。結構量は多いんでね。お茶漬けします。マスオさん、そのままいけそう。あ、行きます、これ。あ、そのまま行く、うん、うん、もう嫌、なんか吉野さん、顔が疲れてる。酔ったらあかんかもしれへんわ。向いてない、これ。向いてない、向いてない。米には合わない。向いてないって何。酔っちゃう、合わないと。はい、36歳、マスオさん、コーラ食べきりそうです。うん。メシテロ放送があると聞いて。リアルマスオさん。リアルマスオさん。自分のお小遣いでタバコ買うん嫌やから、うん、うんうん、お母さんと一緒にコンビニ行ってタバコ買ってます。セコイやないですか、ただのセコイだけ。うん、これはいけます。あ、いけるんや。え？吉野さんの方がしんどそうなん、なんでなんや。ね、吉野さん、ワンチャン、お茶漬けでもありかな。そのまま。お茶万能やで、結構。まあ、味が薄まるのもあるし、うん、流し込めるっていう利点はありますね。確かに。まだおるんですよ。西村さん、顔がおもろい。まだ口の中に餅がおるそうです。この餅めっちゃ硬いな。あ、食べた。食べました。あ、吉野さん、完食。マスオさんも、早っ。うん、に。まあ、考えねえな、俺も終わりやもん。じゃあ、二人、次。はぁ、よいしょ。はぁ、やんと、その次が店長ですね。はい、あ、店長、あ、そうか、店長終わったんか。いや、全然食べてあげますよ。食べてあげる。はい。でも、協力制にしません。西村さん、ノルマやばそう。じゃあ、はぁ、やんね。はい。はぁ、やん、ちょっと甘いのばっかり引いてるからね。変な引け。変な引け。甘いのは。変な引け。ゼリーやゼリー。それね、緑ゼリーがちょっと全然出てこないですね。そうそう、リンゴのね。え、何何？あ、ゼリー出たんじゃない？ゼリー出た。どっちのゼリー？あ、飲むんちょゼリー。飲むんちょゼリー。これ？こっち。どっちやろ？あ、飲むんちょゼリー。やった。飲むんちょゼリー。緑引きました。おめでとう。ありがとうございます。大当たり。大当たり。ありがとうございます。じゃあ次、店長。大当たりや。ついにゼリー出た。ちょっと待って、あた、みんなの当たりまだ1個しか出てない。まだそうですよ、納豆とかまだ韓国のより全然。店長がなんかうなだれてます。おえって、もうほんまマスオさん。え、ま、なめたけ。おめでとうございます。当たりだ。マジで嫌やねんけど。ラッキー食材のなめたけ出ました。ほんまに嫌やねんけど。しかも量がめちゃくちゃ多い。お餅落としてるし。お餅、お残し。
ちょもうこれ鍋竹ちょっとあれ量ちょっと考えたためですね。えこれ俺多分人生で2回目ぐらいやねん食べるの。あら味覚変わってたら美味しいかも。あそうか、えかけんの、この年になったら美味しいなってるかもしれない。鍋竹あれ完食ちょっとしんどいで400g も入ってる。やばいやばい米より多い。ちょっと待って、もうほんま嫌やわ。俺ぬるぬる系ほんまに無理やね。こんな美味しい。じゃあハーヤントゼリー買えるっていうのもおばあちゃん。これそれは嫌やわ。それはかけるしかない。それはいらない。これかけるんですか。かける以外ないでしょ。ご飯入れてこうとかやってかける。いやこれはもう食べ方はハーヤンさんがね。あもう美味しそうじゃないですかこれ。なんかやっぱ一口目はかけてほしいです、ね、オレンジご飯食べたのになめたけ嫌ってどういうこと。これどうやって、かけるでしょ。もう美味しい匂いしますよ。はい、ね、美味しそう。すごいぬるぬるしてもうええわ。まあこれは使うか使わんかは自由ですね。臭いもん、ね、店長塩分取りすぎやな。放送的にはご飯にかけた映画見た。ゼリーかな。うわーうわ、あこんな味なんや。あいけそうですか。マスオさん舐めたけ。あーやんがやばいな。めっちゃ綺麗。うわいや今はなんか見て、なんかねるねるねるねの落書きするやつみたい。エメラルドグリーン。舐めたけ美味しい。食べれる。うん、舐めたけ美味しいです。食えるわ。あ、よかったよかったよかった。ただの食わず嫌いやった。食えるわ俺。ハーヤンもこれ食わず嫌いじゃない。ハーヤン食わず嫌いな。食えるようになってるわ。あんま、またやばいでしょ、ゼリーやもん。あんま店長、よかったですね。なめたけ、克服。食えるようになったわ。マスオさん、なめたけ食べたそう。なんで店長あたり2回引くんですか。引き強い、ある意味できレースや。まだあとでもね、なめたけとあの味のりゆうかね、あのあと韓国のりも残ってますから。ハーヤンがやばいね。なんやおっさんって。味的にはあれやな、海苔の佃煮みたいな味する。あそうなんや。全然食べれるってことだ。甘いこれ。もう甘い。全然減ってないですよ。どうすらと。めっちゃ多いよこれ。これでご飯いっぱいいけちゃう。みんな自分当たってないから強気です。匂いだけ。あ、いい匂いする。舐め竹は絶対美味しい。でも所詮キノコでしょ。どういうことや。まずい。これ。すぐやったらいいでしょ。ゼリー全然ゼリー全然減ってない。これやってたらあと何回それこうなったら一気にいきましょう。そう、一気にいきましょう。一気にめっちゃかけてる。うわうわうわ。あ、ダメだ。グリーンカレー、カレー、グリーンカレーや、グリーンカレー。うわ、めっちゃ持ってる。めっちゃ多い。スライムみたいになってる。でも、綺麗でしょ。確かにそこ。これもきついな。うわ、店長お腹いっぱいならへんのって言ってますけど。ちょっとお腹いっぱいになってきた、ね、しかもこの前にちゃんとご飯食べてきてますからね店長。あ、店長ちょっと食べる。あやさん、なめたけちょっとそこに加えますか。笑ってる笑ってる。これほんま何この食感。ぶっ飛ぶぜ。ぶっ飛ぶぜ。めっちゃ面白いけど。店長どんな食感なんですか。なんかほんまに口に入れた瞬間に口の中で米がコーティングされていく。コーティング。めっちゃ面白いねんけど。ただスッと入るな。はい。あら。あ、スッと入る。うん。しかないですよね。まだ残ってんもんねゼリー。あ、舐めたけ終わり。めっちゃ面白いわ。初めてやわそんな食感。食の発見が。まだ残ってるからね。じゃあ次の方。はい、僕まで1回もマシなやつ見て。石村さんとかちょっとしんどいよね。そろそろマシなやつ。
お茶かけるゼリーにお茶これもわかんかったら帰るんだよそろそろ来てもいいんじゃないですかねもう一個ゼリーあるからそれが怖い赤声お薬飲めるかみたいな。もう見ない、もう見ない。当たりー！めっちゃ、めっちゃおたけびが、おたけび。納豆！おめでとうございます。納豆来ました。しかも自分が希望したやつや、これ。ほんまや。やった！ご褒美だ。じゃあ、卵醤油だれの納豆、お食べください。これ、またいでご飯いていいんですね。どうぞどうぞ。これでやったのお口が全部あれじゃないですか整うんじゃないですかね味が納豆にそのゼリーちょっと混ぜてみたら金の粒あと1パック納豆でこんな喜ぶなんて納豆が嬉しいというか多分ねそんだけしんどかったじゃほんまにそんだけしんどかったってことですねハイヤーさんが羨ましそうな目で見ているこれこれほんまちょっとだけやってみますちょっとだけちょっとそれやっと引いたんですよはいやめてください確かに入れてください醤油の代わりにゼリーで混ぜますかうわ佃煮欲しいなあとそうですね海苔の佃煮と、韓国海苔ですもんねご褒美食材これはもうね西村さんここで食べきっとかんとゼリーって視界に入れんとってくださいわろたハーヤンが全然もう動いてない橋がこれちょっと慎重にどうゼリーもうゼリー流し込んでせめてゼリーだけも食べちゃうゼリー食べちゃうこれもまあまあ量はもうなゼリー見てる方がきつい確かにお薬飲めたらみたいですね西村さんのあの橋のスピードがさっきと全然違うめっちゃ食べてるめっちゃ食べてるあはやんじゃあゼリー完食まだこんなにあるのあーまく飲み方がウィダーゼリーや関西の人でも納豆好きな人結構おられるんですかねってことで、店長は納豆無理なんですよね僕無理っすね、はい、じゃあもうこれで店長ちょっと苦手な食材は全部消えたんじゃないですか海苔の佃煮あ、ダメなんですかあ、ダメなんやえヌルヌルしてるやんいやいや、また食べれるんちゃうんすかそれまたじゃあ次の方確か前回も、はい、前回も僕海苔の佃煮に当たったんですよダメでしたっけで、一応食べれたけどあいや、好きではなかった好んで食べない、多分なんか海苔の佃煮もね、有名なんとこもありますけどね、美味しいのとか。納豆好きです。西村くんはただの役職になりました。いや、納豆美味しそうに食べてるよ。さあ、ガチャ。またこんなことですよ。吉野さんの引いたものを。うわ。本格ゼリーということで、青いゼリー出ましたおめでとうございますいや、ほんまにきついで。はい、ゼリー出ましたよもうコーティングされていくやつはい、コーティングされていくやつありがとういや、ほんまにこれですねほんまにきついまあ、量はさっきよりはあれですけどね少ないですけどほんまにいや、これだからあれやでバラで買ってきたけど5本入りあったんや5本入りはもう地獄ですねあとパチパチパニックとかもねまだ残ってますからおにぎりせんべいとかいけそうっすね、全部まあそうですね、あとはもうサイダーのこれぐらいかなあと梅、これですね梅ミンツがこれがやばいような気がしますねしかも量も多いし梅ミンツはやばそう梅ミンツ前もありましたよ、ね、前もあった、苦しんでたような気がしますねさあ、あともう少し全部西村署に行っちゃうやん、あれいや納豆めっちゃ美味しそうに食べてますからね普通のパンもうほんまただのご飯やんしゃあないご褒美やもんねさっきまでがやばかったもんねさあ吉野さんはねこんにゃくゼリー聞きましたので斉藤さん一応かけていいですかハサミあるでハサミほんまにもう一個あもう一個いけるご飯の量があるっす全然いけますパチパチパニックと梅ミンツがやばそうだなんならもう一個いってもいいです
食えば友達続けちゃダメなの、うん、それを考えると、え、ご飯あるんですか、まだ、まあ、まだ追加である追加あるんですか、これはあるめっちゃ甘いですか、絶対甘い、わからんよ、甘いですか、いやもう味もわかんないですもんだからその新しいやつから西村主任、いる分だけ取ってもらったらご飯を、わかんない、青いのニュルって出てきた、ブリンブリンしてたで、今ほんまや、ほんまにスライムやん、すごいな、うわあ、綺麗な、あ、ブルーブリンブリンしてるやん、やばいですわあ、青はね、青は確かにね、コーティング剤、止まりましたよ、甘いですか、めっちゃ、いや、分からん、もう、え、分からん、僕めっちゃ甘いですよ、さっきの、いやさっきのやつほんま面白かったな一回ちょっと見てる人もやってみてほしい、いやほんまにやらないでしょ誰もほんまに新しい食感さあ吉野さんが急にテンション下がりましたよ隣全然テンション違う西村さん嬉しそうやもんよしいけるっていやもうお腹いっぱいするのもあるからちょっともうまあこの企画は大食い企画でもありますからねとりあえずもうゼリー食べちゃうのがあれですね、うわめっちゃ納豆おいしそうやもんね西村さんさっきの餅と全然違う違うなあ、あのねスピードが速い一気に行きたいねんけど結構長いな2杯半分ちぎろました、おじゃあ西村さん納豆完食、はい、ごちそうさまです、いいな、じゃあ次の方、青の青がやばいねやばいやばいやばい、むっちゃ見えるわ、じゃあ次マスオさん、はあ、梅ミンツとパチパチパニックはやっぱりやばそうですね、視聴者の目線から見ても梅系ちょっと言ってほしい、梅ミンツは前回確かやばかったような気がする、のり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 全然いけるやん、でもまあ、店長はね、オレンジの粉も食べてるからあれ食べたら何でもいけそうな気がさあ、マスオさん、マスオさっきはラムネでした、んお、え、なになになに、じゃあ行きます、はい、え、おー、あ、ラーメン太郎、はい、当たりやね、じゃあ もうこれははい、いい味で出てますよ、きっとこのパッケージめちゃめちゃ懐かしいね、ちょっと明日のジョーみたいなやつねいいなぁ、これ駄菓子系ってなんで結構太郎ってつくやつ多いけど、同じ会社なんですかね、その太郎ってなってるのは、これ何杯目ですか、3杯目、あ、全然僕より食ってないじゃないですか僕よりは確かに2杯半食べとったもんね、先ほど、あとそうやね、梅トラ梅系も結構ありますし、まあビッグカツもね、多分当たりの部類でしょうね、うん、ビッグカツ食べたいな、じゃあ半分ぐらいいった、じゃあマスオさん、はい、吉野さんはゼリーが、さっきのゼリーよりこんにゃくゼリーだから反発力が強そう、すごいな見た目がほんまに、うん、ブルーハワイブルーハワイですそば飯ですね、ん、そば飯やるよめっちゃ気持ちやん何も変わらない気持ちやんやるよそば飯、そば飯とかマスオさん食べたことあるんですか、多分ないです、そば飯神戸名物ですけどね、焼きそばとご飯、え、違うの、え、え、何そば飯って今舌打ち聞こえたはい、ゼリー食べましたね、吉野さん、オッケーです、じゃあ次の方、あ、もう待っていた、はい、じゃあ、うんうん、ハーヤン、うんうん、今回ちょっと過酷な感じはあれかな、ハーヤンとやっぱ西村さんかな、吉野さんはなんか安定してるけど
お腹膨れる食材ばっかりやってる気がする。店長は塩昆布食べてからちょっとあれですね。全然余裕する。余裕、はい、ガチャガチャするで。まだありますから。水曜日に嫁宅で。パチパチパニックおめでとうございます。甘いやつかな。あのお米の上で弾けるやつちゃいますの。音、音ちゃんと。お前や、音取らな。ASMR やったっけ。来たで、これ。パン屋さんは新しいご飯ですか。あ、そうやね。あの、ご飯チンした上に置いたらパチ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 して、チン終わった瞬間に持っていくわ。あ、そうですね。その方がいいかも。食べた。あ、マスオさん完食、はい、いいの当たりましたね。ちょっと店長は、レンジね、今チンしてますんで。次俺、韓国海苔ぐらいで、そうやな。あとはもう、ちょっとヤバそうな食材で言うと、梅ミンツやな。消化試合でしょ。消化試合。いや、梅ミンツやばいと思いますけどね。これもあるんですよ。そうそうそう、ラムネ系はやっぱり。さあ、音をね、マイクで拾ってくださいね。え、ラムネ、え、ラムネなんや。飛んでる飛んでる、跳ねてる。あ、パチパチいってる。いや、今跳ねてましたよ。これ飛びました。なんか焼けてるね。ええ音してるわ。ええ音してた。焼けてたね、パチパチパチ。音だけ聞いたらもうめちゃめちゃおい、おいしい食べ物。ただのふりかけやん。そうなんですよ。いや、ただ甘いよね。あとはもう梅ミンツ回避っすね。これ前の時お湯入れなかったっけ。熱っ。あれ、あ、どっちか出た。さあ店長。どっちか出たんじゃん。さあ店長の好きな梅か。なんなん。なんでこんなんばっかり。サイダー出ました。え、店長粉系。いや、海苔は出ませんでした。サイダーですね。めっちゃ甘い。もう甘さ全部一緒や。甘い感じが全部一緒。甘皮。ああ。全部一緒甘いの。店長ハズレだけやん。ハズレだらけやん、ね、当たりも引くんやけどね。砕けてる。お茶漬けワンじゃありますよ。お茶漬け、これお茶漬けでしょ。で、じゃあサイダーのラムネですね。うわ、え、色がシュワシュワってなってじゃん。え、膨れてる。あ、音鳴ってる。これあれやん、家で困りとやるお風呂でシュワシュワするやつ。バブやん。バブやん。青くなってる。それはやばい。肩こりに効くやつや、うん、クールミントかな。わわわわわ、バスボールや、バスボール。中からおもちゃ出てくるやつ。それうちのゆかが今ちょっと視界に入ってる。今回どっちもきついと思いますけどね。はい、してくださいもう。はい、飲んでる。こんなんバカ食ってません。あやさん、あんまり当たりないよね。炭酸やわ、炭酸。青いご飯。すごいわこれ。口の中すごいシュワシュワする。また新食感ですね。はーやんさん、口ん中すごい。ご飯はじけてるよ。やばいし。ご飯はじけてる。ちょっと入れて。はい。音鳴ってる。
邪魔だよ。ちょっとおかしくなってきて、何もおもろいことないけどおもろいでしょ。シュワシュワでパチパチやる。口の中楽しそうですね。食べた。ずっとパチパチ。お前は口の中楽しそう。お、店長食べた、うん、完食。来るやん。もうあとはあれでしょ、梅ミントだけちゃうかな、ハズレは。俺も箸捨てるで、ま、あ、もう食べたからね、はい、で店長は完食。もう赤来た時点で両方乗りやから当たりや。そうですね、赤引けば全部行こう。もうハズレ1個しかないことを考えると、お菓子もそんな風に食べられるって思ってなかったやろうね。間違いないですね。うわー、ご飯まだある。おい、あ、さあ西村さん何が出る。え、おめでとう、ご飯ですよ。これもうつくだぎ、もうこれフィニッシュいけるんじゃないですか。です、ね、これで上がらせていただきます。これ2連続上が来ることないでしょ絶対。いや、ランダムで入れてるから分かんないですね。ありがとうございます。店長みたいにね、なめたけと昆布引くこともありますし。俺間にあれ入ってるから食えてるけど。あ、いい終わり方や俺。最初頑張ったけど。そうですね。あとは納豆と佃煮でフィニッシュ。店長と逆パターンです。店長最初良かったけど。さあ吉野さん。最初俺綿飴やって。そう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 。だからすごい当たり外れがすごかった。え？お、マジで？赤いの。嘘やん。赤いの。海苔。 おめでとう、韓国海苔。じゃあこれもう当たり全部出ました。あと外れだけ、韓国海苔。え、まあでもあとね、ビッグカツとかおにぎりのおせんべい。初めて当たり引いた。梅ミンツだけかな、しんどいの。あ、上のあったかい。いや、こんなん食べれない。美味しくいただこう。最後みんなで梅ミンツチャレンジやろう。さあ西村さんはね、海苔の佃煮。ようできてますわ。吉野さんは韓国海苔。佃煮の方が良かったな。もうご褒美ですね。なんかもう終わった感出してる人おんねんけど。早ん。もう甘い。あとはもう梅ミンツだけかな。罰ゲーム。これさ、もういけるっしょ、韓国海苔あるから。最後、いい口直しで終わり。当たり2人やから、あの斉藤さん次行ってもらっていいっすか。まあ、確かにね、はい、斉藤さん、ご飯残ってるでしょ。残さなければ。まだ、まあまあ、でもね、ビッグカツとかはご褒美だと思うので。はい、はい、終わりました。早い、お疲れ様でした。梅ミンツ引いた本物ですね、これも。じゃあ、マスオさん。いきます。はい。アマタラッコ。なんて？アマタラッコ。アマタラッコ。アマタラッコ。あ、はいはい。あ、タラやった。あ、はいはい。だ、だれ。これで。かば焼きさんみたいなやつね。これでいっちゃいますわ。はい。早川さん。早川さん期待してますね、梅ミンツ。梅ミンツね。え、なんで当たりやん。単純に単純にね。いや、多分お菓子が効いてますね、最初のうまい棒と玉ねぎ三太郎。5分の1で梅ミンツ引かんやん。それの方が多分美味しい、ね、はい。これはもういけるっしょ。うん、
もう2人ともね、ご褒美みたいな感じですね、今回は。え、マスオさんはそれ何杯目ですか？3です。3パック目。あれは誰？3です。3。吉野は？ポジさんは早め。3。ならもう、早安、水曜日の早安で終わりです。水曜日の早安。ラスト何引くんでしょうね。もうご褒美ない。いや、ビッグカツワンチャン。ビッグカツと梅虎兄弟が。梅虎兄弟大丈夫かな？残ってます。そうですね。あとまあ、あとはサラミ、サラミかこれ。カルパスね。カルパスある。カルパスは全然。うん。だから何分の1？ 5分の1？ そうです。5分の1で梅ミンツ。勝ったら、まあ勝ち、勝ちかな。僕でも梅あんま好きちゃうんですよ。だから梅虎兄弟もちょっとやばいかも。じゃあ、じゃあここの2つはちょっと怖いかもね。こっちやったらまだ。だから梅っていう文字が出んかったら OK。勝ちっすね。勝ちってないやろ。サラミも当たりやね。もう食べきれるかな？食べきれんかったらもう一周なりますけど。食べれるやろ、それ、のり。お腹いっぱい言うてたので。ここで食べとかんと、吉野さん、次やばい。味ないんすよ。もう林だよ。はい、後ろ。元様です。あ、松尾さん完食。さあ、ガチャ。じゃあ、ハーヤンさん。あ、これ止まってるのかな。梅ミンツ。そうそう、だから今、1人3パック目です、これ。みんな。50円で言ったらいい。いや、50円、ほんま、ろくなもんでん。ろくなもんでん。ほんま、ろくなもんでん。さあ、ビッグカツが出るのか、梅ミンツが出るのか。2分1でやってもよかったですね。2分1に変える。今さ、あ、それ面白いけどね、2分1。2分1に変える。梅ミンツかビッグカツか。2分1に変えようか。しましょうか。え、ちなみに、さっきのちなみに何やったんやろ。うわー、梅虎兄弟。あら、結局梅やん。じゃあ梅ミンツかビッグカツかの2分の1になります。これね、もうあと、ハーヤンさん以外はみんなもう完食しましたので、はい、じゃあ最後のくじは2分の1です。ハーヤン自分から犠牲になっけ。梅虎兄弟やったらちょっとやばかったもんね、ハーヤンさんね、はい、梅虎はちょっと。じゃあもうこの2つのね、どっちかになります。まさかのハーヤンが最後やと。お、ビッグカツ。ハーヤン今日食べた中で一番当たりないやつでしたっけ。え、当たったやつあります。ゼリー食べて、パチパチのやつ食べて、で、シガーレットみたいなの食べて。ほんまや、当たり全然ないっすね。コウメも食べて。あ、お前コウメキャンデー食べてるわ。全部食べて。甘いのばっかりや。あ、もう決まってる。あ、出てきた。えらいこっちゃ。最悪もう右手左手で選ぶ。右手左手でかも。右手左手の方がまだ、もうそこ入ったらならないんで。そうですね、もう1個決まっちゃうもんね。はい、投げて、2つ投げて1個キャッチしたい。じゃあ右手左手ね。じゃあ早野さん、はい、店長持ってますので、はい、取りに行ってください。好きな方取りに行って。わかりました。さあ、ビッグカツか、はい、それとも梅ミンツか。両方梅かもしれない。はい、そっち、その選択肢。僕が梅ミンツ頼む。両方最後に食べたいのはこっち。あ、じゃあさあどうやろう。いきますよ。はい、教えて。あー、ビッグカツ、すごい、持ってる。ええー、のそれで。お前笑い的に0点やぞ。取れた。でやね。じゃあビッグカツ。いや、もう引いたからね。じゃあビッグカツで最後食べてください。はい、ほんまに嫌やってんな。おめでとう。ビッグカツ当たった。そのもうドラフト1位引いたぐらいの。はい、ほんまそう。ご褒美やね。はい、見てくださいこれ。こんなん乗ったことあります？何時間で。でもビッグカツまあまあ大きいから、
じゃあそれとご飯と最後ね食べきってください。 あの視聴者チって言われてますけど、はい、まあ梅ミンツはね、はい、この後の罰ゲームで。そうですね、罰ゲーム。ええん？ん？罰ゲーム梅ミントやな。罰ゲーム、罰、誰が。もうすでに罰受けた。この客はあの引きもさながら大食い企画になってますんでね、皆さん罰ゲームにしよう。それちょうど1個残ってますんで。そうですね、お腹いっぱいです。お腹いっぱいな。でも入れへん。言うて3パックでしょ。あ、店長4パック食べてるから。あそんまや。ああ言ってるけど絵的に大丈夫ですか。まあ本当は梅ミンズでわーが多分視聴者を、ね、持ってたんやろうけどね。ただ35のおっさんご飯食ってるだけですよ、ね、早食えって言われるね。ただあのそれ何なんですか。ちょっと初登場がいるっていうことで、はい、えあ今日は罰ゲームを一応ね店長からリクエストいただいて、罰ゲームもいただいてますん。はい、初登場の人みんなやってるんで。ノニージュースとハイアンだけじゃないですか。にがり。え、まあちょっとねご飯あるし喉乾いてるやろうから。そう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 、ご飯食べた後喉乾いてるし。そうそうそう。え、これは何、マスオさんもってこと。ん、これだからアンケートでいいじゃないですか。アンケートにすんの。アンケート、ね、あ一人だけ。2人。2人っすね。2人、2種類あるんで。え、どっちが何飲むかってことでいいですか。どっちも。ノニジュースとにがりがあるんで、はい、とりあえずアンケートで2人選んでいただいて。え、今日の全体の2人ってことですか。そうですね。で、じゃんけんですね。ああ、わかりました。これ、にがりは多分俺も初体験かな。ノニは多分俺1回ぐらいは行ってるんかな。じゃあ上位2人。あーあー、なんか見覚えある。臭いんちゃうかったっけこれ。じゃあ罰ゲームの方を、この人にやってほしいって方を投票してください。上位お二人を。臭っ。くっさ。今日初登場はハイアンとマスオさんです。はい、でもあの今日2つ持ってきてるねジュースは体にはとてもいい。いやいやいや、これ今まで食べたら全部出るで。くっさ。これ 量ちょっとでいいよ本当に。やばい、この量もやばい。やばいって。これは絶対、まあうがいする感じになるかな。意外はね、匂いはね多分ないと思うんですよ。初やからちょっとよう分からんな。どうやって開けるんしかも。嗅いで。ノギジュースは神のジュースらしいですよ。これあかん。匂いだけでやばい。うっさ。無臭や。にがりはね、あの無臭です。ただ味がね。じゃあ締め切りますね。上位お二人、回答、罰ゲームやります。じゃあ一抜け吉野さん。おっしゃ。おむ、なんでやねん。二抜けハーヤン。ちょっと待って、めっちゃ怖がってきた。おかしいやろ。ちょっと待って、なんでな。え、なんで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 な。俺関係ないと思ってたのに。ね、これね、上位もう一人は決定します。ん、あとの二人がね同率なんですよ。なのでここは決戦にしたいと思います。あとお一人、じゃあもう一角は、42% 西村さんおめでとう。なんでやねん。なんでやねん。マジでなんでやねん。でね、あの店長とマスオさんがあの同率なんですよ。なので決戦投票したいと思います。理由は。理由聞く、聞いてるからコメント入れてあげて。まさかよ。ちょっと待って、まあんまり帰る準備したの。あれかな、納豆とあの佃に引いて余裕こいてたからかな。おかしい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 。もうあの混乱してる。ダントツでしたよアンケート。42%。はい。え、これ何ジュース。いや、ほんまやばい。
い、これ決選投票なので皆さんアンケートをね、ニコ生見てる方ご協力ください。ヤオに来店されたお客様にジュースサービス殴られそう。あ、アイアン完食。お茶配ってるからノニジュース。ノニジュースなんでやって言われる。でも体にいいね、ドリンクですんで。じゃあ回答締め切ります。じゃあ決戦投票の結果、え、ちょっと待って、50、50で終われてるんですけど何これ、もうじゃんけんしよう。両方でいいんちゃいます。もう一杯入れますね両方で。どうする、食券内容っすか2人行く、どっちも見たいってこと。 50%50% 綺麗に割れましたよ。一旦混ぜてみます。ほんじゃ、え、いや、やばいやばい、もう混ぜます。西村さんだけダントツっていうのが面白かったけど、なんでな、ほんま納得いかへんさっとなんか取りましたよ。いや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 、いや、そっちの方がやばいかもしれんね。わからんね。マスオさん役変わったのでえ、これなんだ。じゃあ僕にがり初体験なんで、僕にがり行きましょうか。にがり行く。にがりってなんだ。あとだから好きに決めてください。食塩の取った後の残り水って書いてます。どっちでもいいっすよ。もうほんとね、ちょっとでいいですよ。隠し味に使われるんやろ。全然いけるんちゃう。じゃあもう二人にしよう。じゃあもう三人になるで。どっちがいいんやろ。日本酒みたいな。日本酒もアルコールではないですけどね。うん、匂い全然ない。ワインみたいな。いいですか。いいんですか。じゃあ今後の八尾大指導の。どっちがまずいんやろ。いいんですか。それで。大丈夫。どこに八尾、お知らせあります。大丈夫ですか。お知らせ。はい。どういう味なんか分からへんのか、めっちゃ嫌や、もうめっちゃ怖い。お知らせ。くさい。どういう味なの、どういう味なの。まあ、あの会社、全社挙げて、気候の様、まだ8月いっぱいやっておりますので、はい、お近くの気候なに、はい、ぜひ、はい、遊びに行ってください。はい、よろしくお願いします。じゃあ、なんで俺なの。マジでいいんやから。じゃあ、乾杯。今日の客、大成功。乾杯。乾杯。お花畑行ってきてね、ヤバい人は。あ、けど。テンション止まってるね。雑草や雑草。何やろこれ。飲むんやあの人。これ何やろ。黙った黙った。あ、これこれあかんわ。あ、フェードアウトしたえ、行くの。マスオさん行ったの。うわ、どっちの方がやばい、どっちの方がやばい、どっちの方がやばい。苦いがやばい。どういう系統なんですか。苦い苦い。そのまま行ったじゃあ店長、あの感想を。何これ。これなんすか。にがり。いや、ちょっとだけやから飲み込もう思ったけど、ちょっとも嫌やったもん。体が拒否した。はーやん、飲んでみる。いや、大丈夫そう。大丈夫。いや、ほんま大丈夫。ちょちょちょ、一回。なんやろな、これ。まだ、これいつ治るんですかね、口。なんか、粘りついてる感じ。吉野もどんなのか飲んでみたくなる。わ、すごい深いやわこれ。まだまだノニジュースの方がいい。みんなフリーズしてしもてるやん。離れとこ。オッケー。そんな毒薬じゃないか、大丈夫ですよ。はい、ということで本日はね、八尾大指導店から第2回、お菓子でご飯を食べ尽くす企画をやらせていただきました。はい、まあ、またね、次回もやってもらえたらいいなと思います。店長、なんかあの、キキハメ学校またやってほしいってコメント来てましたよ。あ、ほんますか。はい。じゃあ、次回はキキハメ学校で。はい。え、歯磨き粉でね、はい、チャレンジ。次回。あ、絶対出たくないもん。絶対ですか。次やったら多分あの、大食い企画ではないのでね、キキやから。この5人絶対ですか。あ、でしたら OK です。どういうこと。なんかその道連れみたいな、はい、まあ、ヤオもね、結構バラエティ企画多い企画になってますんでね、あのお店になってますんで、ぜひまた見ていただけたらと思います。はい、ということで今日のチャンネル、明日は森口店からのね放送になりますので、明日もぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ初登場のね、マスオさんとハヤンさん、感想ちょっと軽く聞いておきましょうか。ニコ生こんな感じでいつもやらせていただいてるんです。はい、非常に楽しませていただきました。
まあ罰ゲームもねあったりなかったりしますんでね。次回もぜひ、はい、参加、はい、します、はい。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ハーヤンは、はい、個人的にもこういう企画大好きなんでね。はい、はい、やっと出れましたんで。はい、はい、またじゃあ次回も。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこんな感じで今日は八尾大志道展から、お別れしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。それではさよなら。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。いつも生放送動画をご視聴いただきありがとうございます。本当にありがとうございます。動画が面白かった、また見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた生放送動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。さよなら。バイバーイ。